はい、振られたりしたの？顔がもう丸込めで、ちょっとそれトライしたの？あ、トライしました。なんか可愛いだけで、なんか友達になっちゃうみたいな。もう喋ってんじゃない？これそうそれ喋ってんじゃない、うん、イケメン揃いでちょっと鼻につくんですよ、はい、このサーティワンアイスクリームみたいな。はい、よく言われますまあ、みくるさんと朝倉みくるさんとひかるさんのやってたノンタイトルっていうのに出させていただいて、あそこでも事業を作る番組あったんで、そこを目指したんですけど事業失敗してしまって、今は、YouTube とか TikTok の SNS 活動をしてます。そういうのいらねえから、はい、それでちょっと彼女探してくれる、ちょっと勝って男をってやっぱ強くないと持てないと思うんで、じゃここで勝って男を磨きたいと思ってます。そこはだけど人生を今一回リセットしてまた一から頑張ってるところなんで、ここで、絶対人生変える覚悟があるんで、ぜひよろしくお願いします。